オークランド諸島、オークランド諸島、オークランド諸島はニュージーランド南東の南方約4 5 0キロメートルに位置するニュージーランド領の諸島。面積は合計6 2 5キロメートル。かつてはアザラシ領や捕鯨の拠点となり、定住も試みられたが、現在は無人である。世界遺産、自然遺産、ニュージーランドの南極諸島の一部を構成する。 オークランド諸島はニュージーランド南東最南端のブルーフから南へ 465km 沖合い、南位50度30分から南位50度55分、統計165度50分から166度20分の範囲に位置する。オークランド諸島を構成するのは以下の島々である。最大の島はオークランド島 510km である。 南北4 2トルにわたって横たわる、オークランド島の南に、狭い海峡に隔てられたアダムズ島、1 0 0トルがある。オークランド島の南部とアダムズ島は、かつて一つの火山の外輪山を形成していた。二つの島に挟まれたは、火山の河口の残骸である。オークランド島の北西1 0トルには、ディサポイントメント島。 オークランド島北端から北方1トルにはエンダービー島が位置する。オークランド諸島は火山性の地形である。1200万年前の中心世にそびえていた二つの火山がその後侵食や解析を受けた。より古い時代に形成された花口岩を含む火山岩や1億年ほど前の化石を含んだ堆積岩も見つかっている。首都であるオークランド島は 切り立った崖と荒涼とした地形が特徴であり、断崖の高さは600メートルを超える。主要な山として、カバーンボン、キャバーンピーク、650メートル、レーナル山、マウントレーナル、635メートル、デュルビル山、630メートル、イーストン山、マウントイーストン、610メートル、バベルの塔、ザタワーオブバベル、550メートルなどがある。 オークランド島には多くの入り江が存在し、特に島の北端のボートロスには深く入り込んだ入り江がある。諸島第二の島であるアダムズ島には高さ660メートルのディック山がそびえている。オークランド諸島に初めて到達してその痕跡を残したのはポリネシア人の航海者たちである。エンダービン島からは13世紀頃のものと思われる住居の遺跡が発見されている。 現在見つかっているポリネシア人の住居遺跡の中では最も南に位置するものである。1806年、イギリスエンダービー社の捕鯨船王者によってこの諸島は発見された。この時、島に住民はいなかった。船長アブラハム・ブリス島は1806年8月18日にオークランド教の諸島ロード・オークランド S と命名した。 父親の友人である初代オクランド男爵に敬意を表したものである。なお、エンダービー社の経営者であるサミュエル・エンダービー・ジュニアに、ちなんでエンダービー島が命名されている。翌1807年に、ブリストーは、サラで、再び島に戻り、諸島がイギリス領であると主張した。諸島の発見から間もなくして、諸島は、太平洋における捕鯨、アザラシ領の基地として、 名が知られるようになった。これらに従事する人々は、諸島に一時的な拠点を築いた。島のアザラシ漁は1812年頃まで活発に行われたが、利益が出なくなったことから、アザラシ漁師たちはキャンベル島、マッコーリー島に移っていった。アザラシの数の回復とともに、アザラシ漁も持ち直し、1820年代半ば頃まで行われていた。 1839年には探検家のディモンデュルビルがオークランド諸島を訪れた。また、同1839年と翌1840年には探検家のジェームズ・クラーク・ロスがオークランド諸島を訪れている。1842年、チャタム諸島からマオリ族の小規模な一団がモリオリ人の奴隷と共に島に移り住んだ。彼らはアザラシ領と 甘栽培によって20年ほど島に定住した。1846年、イギリスの実業家、社会改良家であるチャールズ・エンダービー、サミュエル・ジュニアの子は、オークランド諸島に農業と捕鯨を基盤とするコミュニティを建設しようとした。エンダービー率いる一行は1849年、オークランド東北端のポートロスに集落を建設して、ハードウィックと命名したが、 わずか2年で失敗に終わった。1863年、イギリスの議会は、オークランド諸島をニュージーランドの領域に含めた。オークランド諸島の沿岸は岩がちであるため、数多くの船が損害を被った。1864年1月3日には、トーマス・マズグレーブ船長のスクーナーセングラフトン号が、オークランド諸島のカーンリーハーで難破した。 漂流の後に生還したマズグレーブ船長はキャステウェイ、オンザ、オークランドアイルズを表している。1866年5月14日にオークランド島の西海岸で発生した米国のワーク船、ホブネ・ジェネラル・グラント号の遭難はニュージーランドで最も有名な海岸事故とされる。ジェネラル・グラント号には近海が積まれていたと伝えられており、 これまでに幾度となく積み荷の引き上げが試みられてきたが、すべて失敗している。20世紀に入ってからも、海難事故は絶えず、1907年にはディサポイントメント島近海で、ダンドナルド号、ダンドナルドが遭難した。28人の乗組員のうち、船から退避できたのは17人であったが、1名はディサポイントメント島への上陸時に、崖から転落して、 行方不明となり、一名、一等航海士ジェイベス、ピーターズが島での生活中に死した。15名の生存者たちは、7ヶ月後にリサポイントメント島を訪れた科学調査隊によって救出されている。諸島近海での海難事故が絶えないことから、漂流者向けの緊急避難倉庫設立の要望が1868年に上がった。 ニュージーランド当局は1887年以来、北部のポートロス、東海岸中部のノーマンイリエ、南部のカーアンリーハーバーの3カ所に倉庫を建設し、維持している。このほか倉庫よりも小規模な補給施設、避難倉庫に向かうためのボートを含むも建設されている。また島の周囲には40カ所のポスト、同票が建てられ、若干の補給品の提供も行われている。 1907年、ニュージーランドによるアナン局所等科学調査の一環として、科学者のグループが上陸して10日間にわたって滞在し、地磁気調査や植物、動物、地理学標本の採取が行われた。第二次世界大戦中の1941年から1945年にかけて、オークランド諸島には、連合軍の情報組織、コーストウォッチャーズの一環として、 速攻書が置かれ、志願した科学者が配置された、一得名称で知られる。参加した科学者の中には、戦後にニュージーランド科学界のリーダーとなったがいる。1998年に世界遺産、自然遺産、ニュージーランドの南極諸島に登録された。今日、諸島に定住人口はいないが、科学者たちが定期的に訪問して調査を行っている。 また当局は、エンダービン島とオークランド島への観光旅行を限定付きで許可している。21世紀初頭、オークランド諸島は、ニュージーランドアシカ及びキンメペンギンやホードリルをはじめとする様々な海鳥、植生等貴重な動植物が見られる。島北東部にあるロス湾は、ニュージーランド国内における南セミクジラの主な繁殖地域となっており、 絶滅の危機に瀕していた同種がニュージーランド本土へ復活するための最後の希望とされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。